どうも、相馬トランジスです。はい、ということでですね、今日は題の通りなんですけど、ちょっと今日はですね、僕の方からちょっと真面目なお話をさせていただきたいなと思って動画を撮ってます。なんでこの動画を撮ろうかと思ったかというとですね、まあ、壁峰の躁うつ病について動画を出したんですけど、コメント欄とか DM で、相馬さんと、私の家族も躁うつ病なんです、どうしたらいいですかみたいな、そういうコメントが来て、あ、なるほどなと思って。確かにネットとかお医者さんに言われることだけじゃ解決できないことって結構あるんですよ。だからもうケースバイケースなんですけど、その中でもやっぱ僕が身近で体験したことっていうのは、何かの力になれるかもしれないなと思って、ちょっとこの動画を撮ってます。本当に珍しく真面目です。でそもそもじゃどういう症状なのっていう話なんですけど、あくまで壁峰の場合なんですけど、抗不調の波が激しいんですよね。壁峰はどちらかというと抗が結構少ないんで、こうズンって落ちちゃう時が多々あるんですよ。でそれはただ気分悪いだけじゃないとか、こう調子悪いだけじゃないって思う人もいると思うんですけど、本当に動けないんですよ。今年の大晦日、僕壁峰と一緒にカウントダウンしてないんですよ。それはなんでかというと、壁峰がその12月の末からずっと鬱気に入っちゃって、もう部屋をほぼ出ないんですよ。で壁峰ガチャって言ったら部屋にもいないんですよ。押し入れの中入ってるんですよ。恐怖ですよ。やっぱ案件の撮影とか、まあ僕らやっぱお金ないんで案件とか嬉しいわけじゃないですか。壁峰も結構嬉しいんですよ。でもじゃあ例えば案件撮影撮りますってなった時に、ちょうど鬱気入っちゃって、で壁峰が部屋から出れない。でそうなってくるとやっぱ事務所にも迷惑かかるし、やっぱクライアントさんにも迷惑かかるじゃないですか。そうなったらじゃあどうするかっていうと、その事務所の人とか大人がこうゾロゾロって言って壁峰を連れ出すみたいな、そのレベルのことなんですよ。もう自分の力じゃどうしようもできないっていうぐらい、その壁峰もやりたいけどやれないっていう、なんか歯がゆい感じが。僕もだからコメント欄とかで相馬さん優しいとか理解あるってやったんですけど、僕全然優しくないんですよ。結構葛藤もあって、解散しようと思ったことも正直あるんですよ。はい、いろんな人にね意見をもらって、で僕も確かにその迷惑かけてることもあるなとか、改善した方がいいところあるなっていうのをちょっと思って、でそこでちょっと改善して実際に良くなったと思うんですよ、前よりかは。でその改善して良かったところっていうのをちょっと皆様にお伝えできたらなと思います。これ後取りなんで、前日の僕に後は任せます。どうぞ。まず一つ目、理解しようとしない。これはね、ちょっとね、そういう心の病気の方とか、まあ、うつ病とか、躁うつ病の周りにいる人とかは、何言ってんの、トランジスタって思うと思うんですよ。なぜかというと、まあ、いろんなサイトとか、まあ、いろんなお医者さんとかにこう聞いても、やっぱりね、こう、まず理解してあげてください、言われるんですよ。で、僕もそれを見て、あ、理解しなくちゃな、何考えてるんだろう、壁峰。どうしよう。理解しなくちゃ、理解しなくちゃ、理解しなくちゃと思って、バーンってなっちゃったんですよ。そもそもですね、人のことを理解するってやっぱ難しいじゃないですか。僕が壁峰のこともそうだし、壁峰が僕のことを理解するのも難しいですし、だから最初からハードル爆上げなんですよ、理解してくださいっていう。だから僕は理解じゃなくて、最初まず許容から入る方がいいかなと思ったんですよ。まあ許容っていうのは、例えば壁峰外から出れません、編集できません、まあそこなんですよね。一回何も考えずにいいよって言うんですよ。そうするとですね、すごい楽なんですよ、本当に。うん、なんかこう理解しようとかじゃなくて、とりあえずいいよっていう。で、そのとりあえずいいよって言ってから、こう壁峰がこう休むじゃないですか。そうするとこう戻ってきた時に、ちょっとすいません、俺もちょっとやろうと思ったんですけど、ちょっとできなかったです。あ、やっぱそうなんだねとか。だからそこで初めて理解できるのかなと。まあ、これは心の持ちようなんですけど、まあ、これだけで僕だいぶ変わったんで、まず一つはこう最初から理解するんじゃなくて、許容してから徐々に理解していくっていうのが、まあ僕はいいステップかなと。で、これで問題なのが、まあ許容するじゃないですか。許容した時にだんだん進まなくなってくるんですよね。動画撮れないとか。その時に二つ目必要なのが、依存しない。こう僕もそうでしたし、まあ他の人もそうだと思うんですけど、病気の人に依存されてるって思いがちなんですけど、意外と僕自身も依存してるなって思って、1年前とかだったら、壁峰がいないと動画撮れません、壁峰がいないと編集進みません、壁峰がいないともうどうしようもありませんっていう状況だったんですよ。そうなってくると、やっぱ壁峰が落ちるともう無理じゃないですか。じゃなくて、壁峰が編集できないんだったら、じゃあ編集他の人に頼もう、壁峰がいなくても進められる環境っていうのをこう作るっていう。意外とやっぱ壁峰にすごい依存してたんで、僕も壁峰がいたら助かるけど、いなくても大丈夫だよっていう環境を作るのがすごい大事かなと思ってて、難しいんですけど。でそれにまあ似たようなことなんですけど、3つ目は
あなたの健康が第一です。あなたですよ、あなた。サポートの方あるあるだと思うんですけど、例えば俺がこうやっててこうちょっと疲れてきたなと思っても、でも平気炎が辛いしなとか言ってこう我慢しちゃうケースが結構あって、でやっぱそれ我慢が続いていくと、まあ、僕自身もバーンってなっちゃう。でこれがやっぱ一番良くないっていう、二人とも落ちちゃうっていうのがやっぱ一番良くないと思うんで、あなたが健康じゃないとその大事な人のサポートもできなくなっちゃうので、やっぱり自分の健康を第一に考えるっていうのはやっぱすごい大事だと思いますね。でもね、なかなか言えないんですよね、これは。なかなかできないです。だから僕もこの動画上げるの実はすごいちょっと勇気がいて、やっぱ世間的には病気とかの人の声の方が強いじゃないですか。だから僕がこう辛いとかこういう風に言うっていうのはちょっと言いづらいなって思うこともあったんですけど、ただまあ誰かが言わないと一生こう環境は良くならないと思ったので、ちょっと一歩踏み出して言わせてもらいました。はい、ほんとどっちの方が辛いとかじゃなくて、みんなこう健康になるために、みんな良くなるためにはやっぱ各々の健康を第一に考えるっていうのは、まあ、まず絶対大事かなと僕は思います。はい、でそのためにはやっぱさっきも言った通り、自分一人で抱え込まないでこう周りの人に頼る。例えば僕だったらオミっていう、今いろいろサポートしてくれる、編集もしてくれて撮影も手伝ってくれる人もいるし、もちろん編集を手伝ってくれる子もいるし、で、まあ、会社の人のサポートとかもあるし、周りの YouTuber とかもすごい相談に乗ってくれて、まあ、僕はそこで本当に救われたので、うん、やっぱ周りの人にこう感謝しかないですね、本当に。でも私周りの人誰もいないっていう人ももちろんいると思うんですよ。で頼る人がいないんだったら、もう今サポートセンターとかあるので、やっぱそこに電話してみたりとか、あとちょっと言い方は難しいんですけど、うん、一回自分の中で諦めるっていうのもいい選択だと思います。僕は肥料に解散しようって言った時も、まあ、その時はですね、僕もうわなんてひどいやつなんだな、うわ相方を見捨てるのか俺ひどいなとか、まあ、ちょっと思ったんですけど、まあ、今思えばやっぱあの時はあの時で僕なりのやっぱ限界でしたし、全然良かったと思うんですよ。別にヘキちゃんトラちゃんが休止しようが解散しようが、別にヘキオとの仲がどう変わるわけでもないし、まあずっとこれからも別に友達だし、じゃあ一緒のチームじゃなくてもサポートできることっていうのはもちろんあると思うし、なんかそこに変にとらわれないで、こうまず一回自分が自由になって考えてみるっていうのはすごい重要かなと思います。で最後4つ目、まあこれね人によるとは思うんですけど、コミュニケーションを取る。おいトラちゃんと、それができれば苦労しねえよっていう感じだと思うんですけど、僕も実際意外とヘキホとこう腹を割って話すっていう機会がなくて、まあ、お互いちょっと気使ってたんですよ正直。そこでまあ僕が解散しようって言ってから会って6、7年の中なんですけど、もう結構初めてぐらい腹割ったような気がして、ヘキホ的にはこうもっと早く言ってくださいよって言われたんですけど、僕的には言っていいの？言ったら落ちちゃうかもしれないし、なんか、あ、言ってよかったんだ。で、やっぱ確かに言ってから結構円滑になったんですよ。やっぱある程度のコミュニケーションっていうのは取んないと、いつまでたっても、まあ、どちらもずっと奥底で我慢し続ける、冷戦状態みたいになっちゃうと思うんで、まあできればコミュニケーション取りたいんですけど、まあ言って落ちちゃう人もいると思うんで、まあそこは本当ケースバイケースで徐々に、まあ、コミュニケーションをお互い取れていければいいのかなと思います。はい、ということでですね、今回は僕がですね、まあ、ヘキホーと接するというか、まあその心の病気の方と接する上でこれはやってよかったなって思うことをちょっと言わせてもらったんですけど、まあ本当にねこれが全部正しいわけじゃないので、もうちょっとそのままこうした方がいいんじゃないとか、こうしたらよかったですよとかあったらですね、ぜひねコメント欄に書いてもらって、それも全てケースバイケースなんで、まあいろいろこうみんな探りながら、なんかいい人間関係を作っていきたいなと、そして作っていただきたいなと思います。はい、今うつ病って15人に1人って言われてるんですよ。でもう30人クラスだったら2人いるんです、1クラスで。しかも今やっぱコロナが流行って、まあ家の中にいなくちゃいけないことがあって、やっぱ落ちちゃう人っていうのはだんだん僕は増えてくると思うんですよ。だからこう周りに今ねそういう人がいなくても、やっぱいつこう周りにそういう人ができるかっていうのは分からないと思うんです。よかったらですね、そういう時は僕のこの動画とか
まあ、いろんなお医者さんのお話とかを参考にしていただければと思います。まあ、全てのねその病気の方と全てのね、まあ、まあ、うつ病、まあ、いろんな心の病気の方とそしてその周りの人が、幸せになれればと思って僕は終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。